皆さん、こんばんは。うちゃちゃんです。こんばんは。えー、いい香ですね。ね、いい子ですね。はい、えー、実はですね、えー、興味深い動画を見つけたので、皆さんにシェアしたいと思いました。えーっと、ひとつき万殺さんかなえー、まあ、コロコロちゃんのね、ワクワクについてですね。えー、それも、まあ、ワクワクなんですけど、 えー、ワクワク、それ自体というよりも、その報道の仕方ですね。報道の仕方ですね。はい、今あのね、ワクワク、痛くないの合唱団ができちゃってて、各局、なんていうのかな、ワクワクの副反応はほぼ痛くない、痛くないばっかりで、他に報道してないということで、それは一体どういうことなんでしょうということを言っておりました。 非常に興味深いです。そして、えー、あるね、えー、なんていうのかな。医薬系の新聞ですね。その新聞から、えー、実際、どういうことなのか。これね、厚生労働省のね、なんか、えー、あれみたいに記録っていうか、あのデータみたいなんですけど、そこから、えー、そういう事実がありますよ、ということを言ってました。非常に興味深いです。特に、あのー、ね、女性の方ですね。 はい。えー、まあ、女性の方は飛んで行って、えー、事情を見てみるといいかもしれません。はい。まあ、どっちに,にしろね、私はあの、アレルギーがあるので、ワクワクは、えー、やりません。えー、ね。えー、ね。いつもあの、心はワクワクしてますけど、ワクワクはね、ね、ね。ちょっと打ったりはしませんね。ババババーンとね。はい。そういうことで、えー、ね。 今回のお話は恒例でおしまいです。はい、えー、また明日、はい、皆さんと何かありましたらお分かちします。それでは皆さんまたごきげんようきなおばばでした。